10月3日土曜日朝5時29分です。最低気温がやっぱり20度切ってますね。まあまあ寒いです。今撮影しているこのカメラですが、ソニーの ZV-1 になります。で、今日と多分明日2日間にかけての撮影になるかと思いますが、今回はこの ZV-1 ではなくて、こいつ。GoPro の HERO9。このカメラを使用して撮影していこうと思います。で、GoPro HERO9 に専用の、メディアモジュラーですね、を装着して、で、さらに、今回はメディアモジュラーのこのマイクではなくて、これ横に取り付けしている、これ、ロードのワイヤレス号なんですが、ロードのワイヤレス号を外部マイクに装着して、で、今これついてるのが受信機側なんですが、これ、送信機側、これがまあマイクになるんですけど、ワイヤレスで音声飛ばして、で、その音声を GoPro HERO9 に取り込んで、撮影してみたいと思います。これね、前からちょっとやってみたかったので、今回試しにやってみようかと思います。で、一つだけちょっと懸念があって、もう先に言っときますが、これね、何が原因かっていうのがはっきりわからないんですけど、これ組み合わせによると、このワイヤレス号からこのカメラに音声、取ると、どうもね、ノイズが入る場合があるんですよね。で、それがいろいろこう検証してるんですけど、何が原因かっていうのがいまいちね、ちょっとはっきりしない時があって、で、今回この GoPro HERO9 との組み合わせでノイズが入るかどうかっていう、そのあたりもチェックしたいと思いますので、盛大にノイズが入ってたら申し訳ございません。一応まあテスト撮影ということでご理解いただければと思います。簡単に接続方法だけ説明しておくと、このメディアモジュラーつけることで、この 3.5 ミリだったかな。このマイク端子が付属になります。このマイク端子に、ロードのワイヤレス号からの配線をこう差し込んで、で、あとね、設定は特に今回必要ないみたいですね。8の時もなかったのかな。ちょっとはっきり覚えてないですけど、この9に関しては特に、マイクの設定っていうのがなかったです。もう単純にマイク差し込めば、もう勝手に外部マイクで認識して、音を今これ取ってくれてますね。で、今これ音声レベル出てるんですが、この音、このワイヤレス号の方のこの音を拾ってます。ちょっと声止めてみますね。こんな感じで、マイク部分をね、軽く叩いてやるとちゃんとね、音拾ってます。ちなみにこっちの本体側の方を叩いても多分ね、音拾わない。うん、バッチリ音拾ってますね。一応設定画面ね、ちょっと読み出してみて、うん、ここでマイクのいろいろ切り替え、このメディアモジュラーの前側、後ろ側のマイクを設定したりするんですけど、もう灰色になってね、これ選択できなくなってます。外部マイクを接続すると、もうこのメディアモジュラー側のマイクの選択っていうのが全くできない状況になってますね。それではこれからの撮影は、この GoPro HERO9 にメディアモジュラーとロードのワイヤレス号を使って撮影していきます。現在の時刻が5時40分です。少しずつ東の空が明るくなってきました。若干薄曇りですけど、今日は一応天気、晴れの天気予報になってます。で、今日はこの後、7時半ぐらいに、屋島競技場の方に移動して、で、また大会のお手伝いです。で、今日は中学校の高松市内の新人戦になりますね。1、2年生の選手の皆さん頑張ってください。特に1年生は、今回の大会が初めての大会になる選手が多いのかな。いやー、楽しみですね。それでは朝のモーニングコーヒーですが、今朝はバリスタいただきます。ガスパール。うん、うまい。最初に少し説明した通り、今撮影しているカメラは GoPro HERO9 にメディアモジュラーを取り付けて、でさらに音はワイヤレス号、ロードのワイヤレス号を装着して音を取っています。なので今の音声は、ここがマイクになってて、まあ、これが送信機ですね。で、ここがマイクになってて、ここのマイクから受信機側の方に音を飛ばして撮影しているっていうような形になってます。で、今、口元からどれぐらいだろう。30センチ、40センチないかな、30センチちょっとほど、この送信機と音が離れ、声が、口元が離れてるんですけど、普通に今喋ってる状態でこれぐらいの音です。で、さらにまあ、通常この首元ぐらいに設置するんですが、首元に設置して喋るとこれぐらいの大きさです。もう音の、音声調整せずにちょっと今回、どれぐらいの音が取れるかっていうのをね、やってみたいと思います。屋島に到着しました。で、競技場に立ち寄る前に朝マックしてきます。で、音声はワイヤレス号を設置して、で、音を取っています。で、送信機がマイクこの胸元に取り付けしています。で、今、喋った音、ここで拾って、で、GoPro HERO9 の方に音飛ばして音声取っています。で、今これ手持ちしてますが、肩口に POV します。POV 完了。今両手フリー状態。すみません、お待たせしました。どうぞ。チキンクリスプのコンビで、はい。で、コーヒーホットで。ホットで、はい。で、ブラックでいいですね。はい、それで。ありがとうございます。200円でございますね。ポイント払いで。ポイント払い。6,300円。はい、じゃあポイントでいただきます。いただきます。熱っ。うん、うまい。あ、ごちそうさまでした。それでは今から競技場に向かいます。7時38分になりました。競技場に到着したんですが、もう結構ね、選手来てますね。今日の試合も無観客になるのかな。駐車場がまだ空いているので、観客が入れないみたいですね。それでは受付行って中に入りたいと思います。受付して中に入ってきました。で、今日の大会は高松地区中学新人体育大会陸上競技です。もう今日はね、天気問題なさそう。おー、いい感じですね。それでは今から競技の準備をして一日お手伝い頑張ってきます。色はね、これ今一瞬だけ GoPro カラーに変更しました。やっぱりね、空の青が映えますね。それでは行ってきます。